この動画では、作った小寄りをですね、寄りで、こういう横丁をですね、閉じてみたいと思います。で実際の横丁はこういった形でですね、タイトルはこう縦に書いてますけれども、こうめくるとですね、こちら向きに文字を書いているということになります。そして必ずですね、折り目を下にして、折り目を下にして文字を書いておりますし、閉じているということになります。でこちら、閉じ目がですね、裏側に出ております。裏表紙の方に閉じ目が出ていますけれども、このようにですね、裏側にあるということは、これをほどくとですね、ページを追加することができるという意味で、抜き差しですね、それを前提としたような、追加を前提としたような閉じ方になっているということになるかと思います。もしこれがですね、逆にこちらの方に、表表紙の方にですね、閉じがありましたら、まあ、これ以上ですね、追記しないということになろうかと思います。まあ、このように裏表紙の方に閉じがあるということは、まあ、今後もですね、ページを追加する予定だったということがわかりますし、あとですね、ページを追加するときもですね、楽に追加できるということになるかと思います。で、あと、この輪っかをですね、普通下にして文字を書きますけれども、こういうですね、めでたい祝儀帳、あるいは普通の横丁の場合は、このように閉じを下に、輪っかをですね、下にして閉じますが、香典帳のようなですね、縁起の悪い帳面に関しては、逆にですね、この、輪っかが上の方になるということも、言われております。まあ、それはですね、まあ、良いものはたまり、そして悪いものは早く出るようにというですね、まあ、意味があるとも言われておりますけれども、そういうこともですね、知っておかれたらいいかと思います。それでは早速ですね、閉じてみたいと思います。さっきのですね、実物のこの祝儀帳と同様にですね、裏表紙の方に閉じ目が出てくるような格好で、閉じてみたいと思います。で、小寄りのですね、先は、まあ、このようにですね、先をとんがらしておく方が、閉じ穴をですね、通しやすいかと思います。で、このようにですね、閉じ穴から2つ通しまして、おおむねですね、長さが同じようになるところまでですね、引っ張ってあげたら、あとはですね、このように折りまして、紐がですね、移動しないように、このように折り目をつけてあげます。そして、ここからの結びなんですが、通常のですね、肩結びでもよろしいのですけれども、よりですね、止まる方法として、この輪っかをですね、二重にくぐらせるという方法を紹介したいと思います。ここで一重でくぐると普通の肩結びになりますけれども、さらにですね、もう一回通すということです。もう一回この輪っかに通してあげます。そして左右から左右ですね、これを引っ張ってあげますと、こういうふうにですね、閉じ紐がこの閉じ目の部分がですね、一重よりもかなりきつく縛ることができます。で、このですね、閉じの部分を少し中央にですね、寄せてあげて、これで完成となります。で、あとですね、このはみ出た部分がありますから、これをハサミで、切ってあげたいと思います。で、ちょうどですね、この長さ、ここの閉じのですね、長さに揃えて、閉じ紐をですね、切ってあげると綺麗かと思います。で、あとはですね、この閉じの部分ですね、ここを、こういうですね、目打ちのお尻のところで、少し叩いてあげる。そうすると、この閉じの部分が潰れてですね、ほどけにくくなるという効果があります。これでですね、きれいに閉じることができました。
このような閉じ目になっています。